まだまだ寒い日が続きますね。皆さん、お家にこもりきりになってはいませんか？県内には寒い冬でも楽しく自然に触れ合える施設がありますよ。こちらは大野市にある自然保護センター。森や水辺などの自然に加えて、その中に生きる動物まで忠実に再現したジオラマや、絶滅の恐れのある生物の剥製で福井の自然を学ぶことができる施設です。この日は冬ならではの教室を開催。スノーシューを履いて雪に覆われた森の中を歩きながら、生き物の足跡探しや冬の植物の様子を観察します。早速何か見つかったようです。ウサギの足跡、これどっち向かって進んでると思う？そう、あたり、すごい、後ろに、そうそう、後ろ足が前に行くの。これはウサギの足跡。他にも冬ならではの植物の様子を見つけることができました。1年、2年、3年って順番で数えていくと、何十年の松かって大体見当つきます。規則正しく枝分かれしてくるんで。今日はいろんな動物の足跡や植物のことをいろいろ知れてよかったです。眉を観察したり、あとは木の枝不思議にも羊の顔に見えたりで、あとは天然のトンネルもすごかったです。自然保護センターでは冬の野鳥レストランを開催中。雪が積もって餌を探しづらくなってしまった野鳥のために、どんぐりやひまわりの種を用意しています。時にはキツネやリスなどの動物たちがやってくることも。開催期間は2月末までですが、森に雪が残っている間は餌台の設置を継続します。餌台に集まる可愛い野鳥を間近で観察することができますよ。山の自然と触れ合ったら、次は海へ。こちらは若狭町の海浜自然センターです。窓があるのに水がこぼれない不思議な水槽や、海の生き物に直接触れるコーナーがあります。こちらでも定期的にいろいろな教室を開催しています。今日の教室はちりめんモンスターを探せ。ちりめんモンスターとは一体何なのでしょう？イワシの稚魚の他にいろんな種類の生き物が混ざっています。子どもたちはちりめんの中からモンスターを見つけて大喜び。寒い冬でも海の生き物に触れて学ぶことができるんですね。ちっちゃい魚のもの。タツノキシコってどれ？なんかめっちゃ似てるやん。ここで冬に嬉しいあったか情報。館内には足湯が備えられています。海の自然を学んだ後は足湯で温まりながら、目の前に広がる若狭湾を眺めて過ごしませんか？冬ならではの楽しい体験の様子はいかがでしたか？寒さに負けず自然と触れ合ってみましょう。